大杉丸は、丹沢山地北西部、神奈川県足柄上郡三北町と、道県相模原市緑区との境界にある標高1169メートルの山である。周辺の山々と共に、丹沢大仙国定公園に指定されている。丹沢山地最高峰の昼が竹から西へ伸びる、丹沢主猟に属する小ピークで、日の木道丸と大室山の安部にある犬越寺の、 西側に位置する。山頂部には山東三角点が設置されているが、大杉丸の山頂を示す標識はなく、稜線の肩にあたる目立たないピークであるため、気づかずに通り過ぎる登山者が多い。丹沢主猟の登山道の多くは、ブナミズナラなどの紅葉樹林に覆われており、冬枯れの時期以外は展望はあまりないが、大杉丸付近には南西側に開けた場所があり、 天気の良い日には、あぜが、丸や宝木沢権原山などの西丹沢地域の山並みや富士山を望むことができる。大杉丸の山頂部大杉丸付近の展望地から望むあぜが、丸と宝木沢権原山県越寺より大室山方面へ伸びる、登山道の急な坂を登り詰めたところに位置する山で、あるが、戦術したように両線上の小ピークであるため、 登山のみを目的とする登山者は、ほとんどおらず、他の山の経由地として踏まれることが多い。登山を含めた登山コースについては、犬越路登山道もしくは大室山登山道を参照。姫継ぎより見た、大杉丸と丹沢狩猟の山々県越路避難小屋の内観最寄りの山小屋は、犬越路に位置する犬越路避難小屋であるが、檜道丸の青が竹山荘を除いて、 丹沢山地西部の山小屋は無人小屋であり、宿泊の際は寝具や自炊具などの登山装備が必要となる。ありがとうございます。